ここは遺跡というよりは古戦場かな。あちこちの遺跡で嫌というほど見た光景だね。こういうのは何度見ても慣れないね。この地で神代の民同士の決戦が行われ、ネメドの民は敗北したのだな。そしてこの地を攻め取った連中は全てを奪い去り、竜の風跡を越え、その先に広がるウォーリムで万象の大天を作り上げたってとこだろうね。キャツラの来歴など聞いても不愉快な滝よ。それより見よ、ここにもお宝が埋もれておるぞ。カラさん、それにしてもこのような場所の先にある見せたいものとは一体何なんでしょう。俺が小さい頃、先代の源者様がここに向かって帰ってこなかった。何かの儀式をするためって言ってた。儀式？源者さん自らが向かうような？余人には明かしたくない類のものなんじゃろう。理由は様々に考えられるが。ここまで来れば自分の目で確かめた方が早い。ああ、そうだな。ディアン、動揺を戦いに表すな。相手はお前を気遣ってはくれないぞ。分かってる、行こう。足を振り切れない奴がいるのか。こんなのに構ってる暇はありません。倒して先に進めばいいのです。お前らいいこと言うな。まったく息の良い子らじゃの。それじゃ少年少女に立ちはだかる壁をお望み通りぶっ飛ばしちゃいますか。の力をまとい試験見せてあげるわ。ハティ任せてリーチ。こっちじゃこっちじゃ。炎の炎を消えなさい。光を意識すれば反応が遅い。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。承知した。パトリッチ、炎の見せた鍵が魔法敵を利用すればそろそろ終わりか。そこね、その目で中止を狙った。仕上げます。もちろんよ。光の魔法を使うぞ。行きましょう。みんな気を使います。何か来るよ。発動します。もちろんよ。ゴーリアサティ、いいですか。任せて。カトリシアさん、まだまだ魔法じゃ。守りが集中攻撃で倒せるかも。フェデリーカ、お主もなかなかやりおるの。まだ当てられる。飛んじゃって。次は魔法じゃ。周りの矢だよ。これを当たって。行くぞ。まだまだ。鍵や
私に力を貸して。これが良さそう。力がみなぎってきた。使うのは行っちゃって。使うのは行っちゃって。指がなくったりで飛んでけ。突き飛んで氷の宿を。待て待て、声も当たってとどめて。もう一発いくよ。これでほら力を合わせて魔法じゃ。しまった。始めるよ。これに決めた。発動。でかしたぞクラウディア。始めるよ。行っちゃって。お願いします。クラウディアさん、突き飛んで。死にたいのですよ。そろそろ終わりか。熱これでゆっくり調べられるな。里で見たものより高度な作りばかりじゃの。朽ち方にもかなり年代の幅があるようじゃ。村の跡なんですか？いや、誰かが暮らした跡じゃないな。置かれた器具が朽ちているだけだ。置かれた。わざわざここに器具を持ってきて置いたというのか？それがディアン君の言っていた秘密の儀式。ここは墓だ。お墓って器具の？違う、亡くなっていくものの墓だ。ふむ、やはり何かしら儀礼的な意味合いを持つ場所か。あ、ごめんなさい。ん？どうかした？パティ、いえ、中からこんなものが。これだけ新品のように新しいな。銀に似てるけど、なんだろう。これが源者さんの言ってた自由にしていい、そこにあるものでしょうか。でも、いいのかな。ここってお墓なんだよね。ライザネーやアンペルが使えると思ったら持って帰ってくれ。賢者様もきっとそのつもりだ。
いずれにせよ調べるつもりではあったからな。ここは素直に好意に甘えよう。本当に朽ちた器具以外には何もないのだな。でもきっと彼にとっては意味のある場所です。その土地に生きてきたものだけに分かる特別な。そうだね。それにディアンは感じるだけじゃなく、そこから